その馬群の中からはアスコリピシェの残り400を切って、外から16番のジャンタルマンタル、外からはロジリオンが追ってくる、あるいは8番エンヤラフェイス、外からゴンダルカーブース、まもなく残り200を切るところ、先頭堂々抜けた、ジャンタルマンタル先頭、2橋3橋リード、ロジリオン、外から12番のゴンダルカーブース、内を狙って14番アスコリピシェの伸びて蹴るが抜けた、ジャンタルマンタル快勝、先頭ゴールイン。2番手最後14番アスコリピシェの上がったか。NHK マイルカップウォーターリフト、全然あかんかった、また外れたわ、また G1 外れ、直前一瞬来たんちゃうか思ったけどな、ウォーターリフトあかんかったわ、で、あんたらあれよ、また3枠と7枠作戦、あ、うまいこと言ったな、ロジリオン、人気薄のロジリオン、あれ来たからあんたらまた当たった、2週連続おめでとう。せやけどな、あんたらあれ当たったけど、掛け金より払い戻しの方少なかったやろ、あれなんていうか知ってる、あれな、鳥紙っていうね、鳥紙、あんたら鳥紙、まあええやん、鳥紙でもな、外れるよりマシやん、鳥紙は次大勝ちへの布石ですわ、まあとにかくあれ今週ビクトリアマイルよ、ビクトリアマイル、あんたら3週連続的中かかっとるから頑張ろうな、また3枠と7枠選ぶじゃん、また3枠と7枠選ぶんちゃうか、あんたら、まあそれは神のみぞ知る、まああんたらも枠順を見て頑張ろうな、はい、ほなまた後で、バイ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 、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. マスクとディーバー。Happy birthday to you. マスクとディーバちゃん、お誕生日おめでとう。はい、皆様お疲れ様でございます。今週はビクトリアマイルということで、ワイド1点買い1万円、頑張っていこうかなと思うんですけれども、まあもういきなり、いきなりなんですが、先ほどにもありましたように、ワイド1投目、6番マスクとディーバで行かせていただきます。この G1 5月12日レース当日、誕生日を迎えるマスクとディーバ、モレイラ騎手寄せに自らで誕生日祝いということで、ハッピーバースデー、状態万全、リバティアイランド不在の牝馬限定戦なら負けられないということでございます。4番コンクシェル、または14番フィールシンパシーが逃げる展開、いずれも離して逃げるタイプではなく、 G1 でもスローペース濃厚、直線を向いての瞬発力勝負、いわゆる用意ドン、
人気10番ナミュールよりも前で競馬ができる分マスクとディーバに部があります。1週前にはシーウッドコースでゴハロン66秒9の自己ベストを叩き出すと、8日の最終追いでは販路52秒9のここでも自己ベストを更新。前走阪神牝馬ステークス完勝の1着にも辻の調教師曰くそこまで作り込んで臨んだわけではなかったと恐ろしいコメント。課題のゲートも毎週練習を繰り返してきたとのことですので、もはや資格なし、能力全開で G1 ダッシュ濃厚と見ます。さて相手というところなんですけれども、さすがにナミュールを選ぶわけにはいかないということですので、その前にですね、ケセル馬ですね、今回ケセル馬もう1頭しかいないんですよ。過去10年馬券圏内に入った30頭、これ全てが前走重賞を走っているということですので、前走リステッドの谷川岳ステークスを走った12番北ウイング、これは消しで行かせていただきます。ということで早速ではございますが、ビクトリアマイルワイド1点買い10,000円、6番マスクとディーバの相手に選んだのはナミュールでもなければスタニングローズでもなくモリアーナでもなければフィアスプライドでもない、エッコーノということで、相手は1番ライラックで行かせていただきます。ライラック前走阪神牝馬ステークスは10着大敗、これは敗因がはっきりしています。馬体重16キロ減、長距離輸送もあり明らかな調整失敗、完全に度外視。今回はミニ放牧を挟んでの臨戦で調整万全、体重も450キロ近くまで戻っているとのことですので心配なし。成績表前走を塗りつぶしてください。有馬記念は13着といえどドーデュースに0.9秒差、3走前4走前はしっかりとした末脚を駆使して見せ場たっぷりの競馬でこの着順、少し怖くなってきませんでしょうか。さらに前走は有馬記念の 2500m から一気の距離短縮でマイル戦起用、ここに陣営の意図が見え隠れ。競走馬は前走のことだけは覚えていると言います。ただでさえ戸惑う一気の距離短縮、あえてその選択をしたのはこのビクトリアマイルで結果を出すため。マイルの速い流れを経験させたことによってその記憶を武器にして優位に立ち回る算段、まだまだ内が有利な東京競馬場、今週から B コース使用で有利さに拍車がかかる見立て。1枠1番のライラックは戸崎騎手が中段につけて経済コースを選択、直線は内をついて鋭く伸びる、府中牝馬ステークスで見せたこの末脚が使えれば十分勝負になると踏んでおります。
さあ第4コーナーを回って直線を向いた。先頭は4番コンクシェル、1馬身のリード。詰めてくるのは14番フィールシンパシー、3番スタニングローズも上がってくる。しかしその外から6番マスクとディーバが楽な手応えで並んできた。持ったまま真ん中からはウンブライル、さらに外からモリアーナ、大外からナミュールも伸びてきた。さあ坂を駆け上がって200を通過。ここで先頭はマスクとディーバ、マスクとディーバが抜け出した。1馬身2馬身リードを広げる。内からはライラック、外から一気にナミュールがすごい足で襲いかかってきた。ナミュール、しかし先頭はマスクとディーバ、マスクとディーバです。 G1 初制覇マスクとディーバ。2着は追い込んだナミュール。接戦の3着争いは内からライラックがわずかに優勢か。マスクとディーバがビクトリアマイルを制しました。モレイラ騎手今日5勝目マスクとディーバです。よし、チュールいる人、ちょっと今深夜やからな。チュールいる人、チュールいる人、あ、大丈夫、あ、みーちゃん、みーちゃん早い、みーちゃん早い。競馬ブックちゃんと見てよ、手前に置いてるから。競馬ブック、みーちゃんピンク、ロイ君青、4枠、4枠、8枠、4枠、8枠って何？じゃああんたら4枠、8枠のワイドボックスに決定。3連勝頼むで。よし、いくで。せーの、えい、えい、おー。